これは怖い話というか、私の懺悔の話。小5の夏休みの時の話です。友人の A と山の中の廃寺に行ったんだ。昼間だったし、肝試しとかじゃなく探検って感じだった。寺の裏手に見つけた獣道を進んだところに、一体のお地蔵様を見つけた。周りは草がぼうぼうに生えてるのに、お地蔵様の周りだけ何も生えてなくて、不気味な存在感があって。私は少しビビっていたが、それに気づいた A は強がって、お地蔵様をペタペタと触ったり、裏を覗いたりしていた。でも特に何にもなくて、つまらなかったのか A は、つまんねえの。そう言って、お地蔵様を蹴ったんだ。その瞬間、ゴトンって乾いた音を立てて、お地蔵様の首が落ちた。私はもちろん顔面蒼白。 A もさすがにビビって、あ、やっべとか言って、おろおろしていた。どうしようかと二人で顔を見合わせた瞬間に、声が聞こえた。首、よこせ。どこから聞こえたのかわからなかったが、確かに聞こえたんだ。二人とも一瞬固まったけど、すぐにダッシュで来た道を逃げ帰って、その日は解散になった。翌日、朝ごはんを食べていると、家の電話が鳴り。対応していた母が、血相を変えて、A が昨夜、急に頭痛を訴えて病院に運ばれ、入院したと伝えてきた。私は急いで病院に向かい、A のお見舞いに行った。A は思ったより元気そうで、検査のために数日入院することになった。夏休みが数日パーだと愚痴っていたが、A 母がジュースを買いに病室を出て行った途端に、神妙な顔になりこう言った。昨日の夜にさ、夢に地蔵が出てきたんだ。A によると、昨夜病室で寝ていると、夢に首がないお地蔵様が現れて、首、よこせ。と、何度も繰り返していたというのだ。やっぱり俺、呪われたのかな。そういう A に私は、気にしすぎだって、と言うしかなかったが、私もあの時に声を聞いていたので、内心は、たたりなんじゃないかって思っていた。なあ、あの地蔵の首を直してきてくれないか？ A は私に懇願してきた。自分は病院から出られないから、自分の代わりにお地蔵様の首を戻して謝ってきてほしい。自分も退院したら謝りに行くから頼むと。正直嫌だった。蹴ったのは A だし、私は夢も見ていない。下手に触りに行って私までたたられるのはごめんだった。私が返事をする前に A 母と看護婦さんが病室に入ってきて、 A は検査のために連れて行かれてしまった。病室を出るときに A はもう一度、なあ、頼むよ。そう言っていた。結局その日は行くか悩んでいるうちに夕方になってしまい、お地蔵様のところには行けなかった。ベッドで横になりながら私は考えていた。たたりはもちろん怖いし、呪われたって A の自業自得だ。でも A は私の友達だ。こんな時に助けるのが友情なんじゃないかって。明日行ってみよう。ちゃんと謝ればたたられたりもしないはず。そう考えて私は眠りについた。翌朝、朝食を食べた私はすぐに廃寺へ向かった。獣道を進み、お地蔵様のもとへ行くと、首のないお地蔵様が佇んでいた。私は首を探して、周りの草むらをかき分ける。なんで？ない！確かにあの時は、
お地蔵様の足元あたりに落ちていたはずの首が見つからない。誰かが持っていった？野犬か何かに動かされてしまった？そんなことありえるのか？混乱しながらも探すが見つからない。焦りと恐怖で尋常ではない汗が流れる。しばらく探し回ったが、やはり見つからないので、私は一度検索を諦め、お地蔵様に謝ることにした。首のないお地蔵様の前に正座をして必死に祈った。すいませんでした。すいませんでした。首は絶対に探して戻すので、許してください。頭の中で何度も繰り返す。どれくらい祈っていただろうか。ふと背中に悪寒を感じて顔を上げた私は、そのまま凍りついた。お地蔵様の胴体の上には A の顔が乗っていた。無表情な A の顔が私を見つめている。それは私と目が合った途端に、にたーっと邪悪な笑みを浮かべてこう言った。首もらったで。そう言うと A の顔はぐにゃりと歪み、元のお地蔵様の顔に戻っていた。気がつくと私は無我夢中で走っていた。一目散に自宅へ向かうと、自分の部屋に逃げ込んで部屋の隅でガタガタ震えていた。どれくらい時間が経っただろう。トントントン。部屋のドアが激しくノックされ、私を呼ぶ母の声にビクッとして我に返る。外はもう夕方になっていた。大変よ、A君が、A君が。A は亡くなっていた。昨日検査を終え、異常もなく、一晩様子を見て、今日の午前中には退院したが、帰宅途中で急に何かに怯えたように錯乱し、線路に飛び込んで、電車に轢かれて即死だったらしい。 A の葬式で、周りの大人たちがひそひそとそんな話をしていた。棺の中は見せてもらえなかった。大勢で探したが、A の首が見つからなかったからだ。もし A に頼まれたあの日のうちに、お地蔵様の首を直しに行っていれば、A は死ななかっただろうか。今でもお地蔵様を見るたびに、疑問と後悔を感じながら生きています。これが私の懺悔の話です。